だんだんどうも動画をご視聴いただきありがとうございます。農家と学ぶテイラー展開。今回は有名な無限級数を紹介していこうと思います。一部の無限級数はテイラー展開から求めることができます。また後半の方では円周率に関するちょっとしたこぼれ話を紹介するので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。今回は有名な無限級数として、これらの公式を紹介したいと思います。いずれの式も形が非常に綺麗な球数となっています。まずはカッコ1。 1たす2分の1たす3分の1たす4分の1たす5分の1。これはつまり自然数の逆数和を足していくということです。結論先に言うと、自然数の逆数和は無限大に発散します。それを証明していきましょう。自然数の逆数和があります。括弧をご覧のようにまとめます。そして、3分の1は4分の1に。5分の1、6分の1、7分の1は8分の1に。 9、10、11などは16分の1に直します。分母がでっかくなったわけですから、上の式よりも下の方が小さくなります。下の式を計算します。この式は1たす2分の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 1以下無限に続いていきます。2分の1を無限に足し算していくわけですから、無限大に発散します。 下の式が無限大に発散するわけですから、上の自然数の逆数も無限大に発散します。他のやり方も紹介しましょう。面積を比較するやり方です。y イコール x 分の1のグラフを用意します。これに長方形を書きます。x が1の時、線を伸ばしていって、グラフにぶつかったら右に行って下に下がる。2から出発して、グラフにぶつかったら右に1だけ進んで下に下がる。 このような感じで長方形を作っていきます。最後の方ですが、ここの部分を n。一番右端を n たす1とします。各長方形の面積を考えていきましょう。最初の長方形ですが、幅が1です。そして高さですが、x が1で、y 座標は y イコール x 分の1に x イコール1を代入したもの。つまり1分の1となります。従って最初の四角形は、横が1。 縦も1の四角形となります。X 方向と Y 方向の比率がちょっと変な感じもしますが、見やすくするために、あえてね、比率を変えています。次の四角形。これは、幅が1で、縦方向が2分の1。2分の1かける1ですから、2つ目の四角形の面積は1 2分の1となります。その次は3分の1、その次は4分の1、その次は5分の1。一番右端の四角形ですが、横幅が1で、 高さが n 分の1ですから、面積は n 分の1となります。この四角形の面積を全部足していきます。最初の四角形が1分の1。次の四角形が2分の1。次の三角形が3分の1。4分の1、5分の1をついていきます。最後の四角形は n 分の1です。四角形の面積の合計と、y イコール x 分の1によって囲まれる面積。この2つを比較します。 x 分の1のグラフを1から n 分の1まで積分を取ります。図を見ればわかるように、左側の方が大きくなります。はみ出てる分だけ面積が大きくなるわけですから、この2つの式は左側の方が大きくなります。右辺の x 分の1を積分するとログになります。ということは、ログの n たす1よりも自然数の逆数和が大きくなる。このような不等式が成り立ちます。 n を無限大に飛ばせば、ログも無限大に飛ぶわけですから、従って左辺の自然数の逆数和も無限大に発散することになります。こんな感じで面積比較によっても自然数の逆数和が発散することを示すことができます。曲がったものとまっすぐなものを比較する。過去動画でも述べましたが、こうした近似の感覚はぜひ身につけてください。また面積比較の話はもう少し。 先ほどは四角形を上の方に突き出しましたが、今度は下の方で押さえてみます。一番右端の X 座標は N とします。各四角形の面積を求めていきましょう。一番最初の四角形ですが、横幅は1です。縦方向ですが、X 座標が2の時の Y 座標となるので、縦の長さは1 2分の1になります。したがって最初の四角形の面積は2分の1。2 その次は3分の1。その次は4分の1。一番右端の四角形は、幅が1で高さが n 分の1ですから、面積は n 分の1になります。面積比較をしてみましょう。最初の四角形は2分の1。次の四角形の面積は3分の1。その次の四角形の面積は4分の1。5分の1と以下続いていき、最後の四角形の面積は n 分の1になります。これと、y イコール x 分の1を、1から n までですね、 先ほどは L 分の1まで積分しました。しかし今度は1から N の区間で積分することになります。右辺は X 分の1の積分ですからログになります。したがって1 2分の1です、3分の1です、4分の1。足して1個との L 分の1。この式はログ N よりも小さい値となります。この状態でも形としては非常に綺麗なのですが、せっかくですので、両辺に1を足しておきましょう。 一分の一足す二分の一足す三分の一足していくことの n 分の一。自然数の逆数を1から n まで足していくと、それは1足すロ n よりも小さくなります。これはこれで有名な不等式ですので、ぜひ覚えておいてください。ここで無限級数に関する重要な定理を復習しましょう。シグマの an が出束するならば、リミットの an は0になる。これどういうことかっていうと、数列 an があったとき、 A1, A2, A3 と順番に足していきます。この足し算を無限回行います。無限に足し合わせていったとき、その値が収束するのであれば、リミットの AN。つまり、この項ですね。項一つだけ見れば、それは0になります。この定理は高校数学でも登場しますが、まあ、直感的にもわかるかなと思います。シグマの AN が収束してるんだから、 そらー、リミットの an も0になるだろうと。収束してるのに、もしリミットの an が1とか2になっていくと、1や2を無限に足していくということになるじゃないですか。そんな感じで、この定理は感覚的にも理解しやすいかなと思います。ただし注意点としては、逆は成り立ちません。たとえリミットの an が0になったとしても、シグマの an が収束するとは限りません。 上の命題は真ですけど、その逆は必ずしも成り立たないので気をつけてください。判例は an イコール n 分の1です。an を n 分の1とすると、n を無限大に飛ばしたとき、an 自身は0に近づきます。ところが、シグマの an は無限大に発散してしまいます。逆は成り立たないという点に注意してください。 はい、続いて、カッコの無限級数をやっていきましょう。自然数の逆数話をやりましたが、そこから少しアレンジを加えていきます。ルートを取ったらどうなるか。結論を先に言うと、この級数も無限大に発散します。ルートを取るってことは、自然数それ自体よりも大きくなるはずです。例えば、四分の一にルートを取れば二分の一になるわけですから、自然数の逆数はよりも、ルートを取った時の逆数はの方が大きくなるはずです。 しがって、自然数の逆数場よりも、ルートを取った逆数場の方が大きくなる。自然数の逆数場は無限大に発散するわけですから、ルートを取った逆数も無限大に発散することになります。他のやり方としては、面積規格のやり方もあります。自然数の逆数場の時は、y イコール x 分の1のグラフを使いましたが、ルートの逆数場は、y イコールルート x 分の1というグラフを利用してみてください。ちなみに参考までに大学入試問題を一つ紹介します。 大阪大学の問題です。シグマの n が1から4番ですね。そのルート n 分の1の整数部分を求めようという問題です。なかなかね、見るからにちょっと嫌そうな問題がしますが、まあやり方としてはとにかく近似式に持っていくということですね。スライドを戻りますが、近似っていうのはまっすぐなものと曲がったものを比較すること。インテグラっていう曲がったものと、 長方形の面積っていう、まっすぐなシグマを比較する。これが近似の感覚です。大阪大の過去問においても、シグマとインテグラルをどんな感じで比較すればよいか。その辺を軸に各自に考えてみてください。はい、続いて無限級数3自然数の逆数は、ルートを取った逆数はときて、今度は二乗を取った逆数はを見ていきましょう。 この問題は、いわゆるバーゼル問題と呼ばれます。自然数を2乗した逆数を取っていくと、その無限級数はどんな値に収束するか。答えは、6分の π2 乗になります。発散はしません。この問題を解けしたのが、レオンハルト・オイラーという数学者です。オイラーに関しては、過去動画でも取り上げたと思いますが、まあ、人類史上屈指の天才です。バーゼルっていうのは、スイスにある都市の一つで、 オイラーもスイスの人です。二乗の逆数はどのようにして求めることができるのか。まず、sin x イコール0という式を考えてみたいと思います。sin x イコール0のとき、x は0プラマイパイ、プラマイ2イ、プラマイ3イという風に続いていきます。これを利用して、sin x を因数分解してみましょう。sin x はこんな感じに因数分解することができます。 x かける1たす π 分の x 1ひく π 分の x かけることの1たす 2π 分の x 1ひく 2π 分の x かけることの1たす 3π 分の x 1ひく 3π 分の x 以下同様についていきます。これは意味わかりますかね右辺に π とか 2π とか代入していくと確かに0になりますよね。 こんな因数分解を認めていいのかと思う方が多いと思いますが、まあ、とりあえずね、形式的には一応因数分解ができています。ここから、このペア同士、こいつらを拡散していきます。最初のところは、1-π2 乗分の x2 乗。次のところは、1-2π2 乗分の x2 乗。その次は、1-3π2 乗分の x2 乗。こんな感じで以下同様に続いていきます。 そして、この式を展開していきます。するとこんな感じになります。注目したいのは、X2 乗の項です。どの項も、1- 何とか分の X2 乗という形になっています。ということは、愚直に展開していけば、マイナス π2 乗分の X2 乗、マイナス 2π2 乗分の X2 乗、マイナス 3π2 乗分の X2 乗、マイナス 4π2 乗分の X2 乗、こいつらがそっくりそのまま出てくることになります。 出てきた項をマイナスと X2 乗でくくれば、こんな感じの形になります。この式から X3 乗の係数がわかります。X2 乗がここにあって、さらにもう一つ X があります。ということは、なんとかの2乗分の1の部分。これがそっくりそのまま、X3 乗の係数になります。括弧には π2 乗が共通しているので、それをくくり出してやります。X3 乗の係数は、マイナス π2 乗分の1、 1>, 1の2乗分の1、足すことの2の2乗分の1、足すことの3の2乗分の1、というふうに続いていきます。今度は、サインのテイラー展開を考えてみましょう。テイラー展開から X3 乗の係数を求めます。X3 乗はここにありますね。係数はマイナス3の解除分の1です。つまり6分の1。因数分解によって得られた係数と比較してみたいと思います。係数比較により、 マイナス6分の1、イコールマイナス π 二乗分の1、かけることの1の二乗分の1、足すことの2の二乗分の1、足すことの3の二乗分の1、と続いていきます。したがって、6分の π の二乗、イコール1の二乗分の1、足すことの2の二乗分の1、足すことの3の二乗分の1、と続いていきます。二乗の逆数は、6分の π 二乗になることが分かりました。バーゼル問題は、多くの数学者を悩ませた難しい問題だったのですが、オイラーによってその難問が解決されました。 その後、数学はさらに発展していき、ゼータ関数になるものが登場しました。ゼータ関数っていうのは、逆数の無限和を考える関数です。S が2の時がバーゼル問題となります。オイラーは18世紀の人物ですが、19世紀になると、リーマンという人が登場しました。このリーマンによって唱えられたのが、いわゆるリーマン予想と呼ばれるものです。ゼータ関数が絡んだ数学の問題なのですが、 その難問は今現在も解かれていません。リーマン要素は今現在も解決がされておらず、いわゆるミデニアン問題の一つに指定されています。もしリーマン要素を完全に解決したら、100万ドル、まあ大体1億何千万くらいですかね。莫大なお金がもらえるのでね、もしですね、数学に自信がある方、頑張ってリーマン要素を解いてみて、100万ドルを狙ってみてください。はい、お次の無限級数は、会場の逆数はです。 自然数の逆数はルートや二乗の逆数はときて、今度は会場の逆数はを考えてみたいと思います。この級数は E に収束します。これに関しては過去動画の述べたと思います。E の X 乗をテイラー展開します。この式に X イコール1を代入します。すると E が会場の逆数和で表されることがわかります。5の会場までの部分和をとっても、だいたい2.7くらいの値になるので、まあ、もしですね、皆さん暇な時があれば、 適当に部分和をとって、その値がどうなのか、実際に計算してみてください。カッコ1からカッコ4までは、すべて正の値の足し算でした。ここからは、マイナスも含んだ級数を見ていきましょう。1分の1、2分の1、3分の1、4分の1。自然数の逆数和を、プラ、マイ、プラ、マイ、プラ、マイと交互に足していきます。この級数は、ログ2に収束します。これを求めるためにも、テイラー展開を使います。 ログ1アス X をテイラー展開します。こいつの収束関係はマイナス1から1です。X イコール1を代入します。すると左辺はログ2、右辺は1分の1、引くことの2分の1、足すことの3分の1、引くことの4分の1、足すことの5分の1となっていきます。自然数の逆数をプラマイ、プラマイ、プラマイ交互に足していっていることがわかります。したがってこちらの無限級数はログ2に収束します。 他の考え方もあります。1たす x 分の1をテイラー展開します。個別の展開式の解説は過去動画を参照してください。両辺を0から1分で積分しましょう。するとどうなるか。左辺ですが、1たす x 分の1の積分ですから、ログ1たす x となります。右辺ですが、1を積分すると x。マイナス x を積分すると、マイナス2分の 1x2 乗。 プラス X2 乗を積分すると、プラス3分の 1X3 乗。以下同様についていきます。あとは各項に1と0を代入します。すると、ログに、イコール1分の1、引くことの2分の1、足すことの3分の1、引くことの4分の1、足すことの5分の1となっていきます。積分を使っても、級数の収束値を求めることができます。ただ注意点としては、積分をする際、項が複数あるときは、項別に積分していけばいい。 それは確かにその通りなんですが、無限に項が続く場合、そういう時は注意してください。有限項の場合であれば、項別に積分していけばいいんだけど、無限に続く場合では、有限項の場合と同じような操作ができるとは限りません。今回は、たまたま有限項の時と同じ操作ができるということであり、一般論としてね、有限と無限で同じ操作ができるわけではない。その点だけは間違えないようにしてください。 無限の扱いに関しては、くれぐれも注意してください。今回はたまたま有限と無限が同じ操作ができるということにすぎません。はい、そんな感じで、カッコ5の級数においては1、1たす X 分の1の積分を利用しました。今度は1、1たす X 二乗分の1で考えていきましょう。テイラー展開すると、こんな感じの式になります。実は、こいつを積分することで、カッコ6の無限級数が求まります。 0から1で積分してみましょう。するとどうなるか。左辺ですが、1たす x2 分の1の積分ですから、アークタンジェントになります。アークタンジェントっていうのは、タンジェントの逆関数です。逆三角関数に関しては別の動画で詳しくまとめてあるので、ぜひですね、そちらの方をご視聴してください。はい、とにかく、左辺を積分するとアークタンジェント x になる。右辺の方は、1を積分すると x。 マイナス X2 乗積分すると、マイナス3分の 1X3 乗。X4 乗積分すると、5分の 1X5 乗。マイナス X6 乗積分すると、マイナス7分の 1X7 乗。以下同様に続いていきます。あとはここに1と0を代入します。左辺ですが、アークタンジェント1ですから、傾きが1となるときの角度。すなわち、4分の π になります。右辺の方は1を代入していくと、1。 引くことの三分の1、足すことの5分の,1引くことの7分の1、足すことの9分の1と続いていきます。1分の1、三分の1、足すことの5分の1、七分の1、奇数の逆数ですね。奇数の逆数をプラマイ、プラマイ、プラマイと交互に足していく。その結果は4分の π になります。この公式はライプニッツによって発見されました。ライプニッツの公式なんて呼ばれることもあります。 ライプニッツは17世紀のドイツの人です。微分積分というとニュートンが発見したということは皆さんご存知かと思います。しかしだからその一方で大陸側ではライプニッツが独自に微分積分にたどり着いていました。微分積分の第一発見者の座をめぐってニュートン陣営とライプニッツ陣営で泥沼の争いが繰り広げられたのですが最終的にはニュートンが勝利しました。 微分析分の発見はニュートンの三大発見の一つとされています。ただそうは言っても、ライプニッツ自身もニュートンに刺サるとも劣らない天才だったことは間違いないですし、dydx みたいな記号はライプニッツによって考案された記号です。非常に使い勝手の良い表記法であり、微積の記号に関してはニュートンよりもライプニッツの方が優れていたと言えます。そんなライプニッツによって発見された公式ですが、 形としては非常に綺麗です。奇数の逆数をプラスマイナス交互に足していくと、4分の π になる。その形の美しさに、ライプニッツは何か神秘的なものを感じたとも言われています。で、もう一つポイントとしては、この式の中に π が登場するということです。ここから円周率の歴史をごく簡単に振り返りたいと思います。人類はどのようにして円周率を求めてきたのか。 演習率が3.05より大きいことを示せ。東大の有名な過去問です。この問題は非常に有名な問題ですので、回答も含めてご存知の方も多いと思います。正多角形にある禁似で3.05より大きいことを示すことができます。曲がったものをまっすぐなもので比較する。それが禁似です。正多角形を利用した禁似はオーソドックスな手法です。紀元前のギリシャにアルキメデスという人がいました。 アルキメデスは、正九十六角形を利用して、円周率の近似値を求めています。π の値は、3たす71分の10より大きくて、3たす7分の1より小さい。小数を使って書き直すと、3.140845よりは大きいけれど、3.142857よりは小さい。というところまで範囲を絞り込みました。同様のやり方で、多くの人たちが円周率の近似値を求めていきます。時代は大きく変わり、16世紀。 ルドルフ・ファン・コーレンなんていう人がいます。この人は2の62乗角形なるものを利用しました。とんでもない数の多角形を利用して、円周率を小数年以下35桁まで求めることに成功しています。多角形を利用した金似の到達点とも呼べるべき業績であり、ルドルフってのはドイツの人なんですけど、この業績に敬意を称えて、ドイツでは円周率のことをルドルフの数なんて呼ぶことがあるそうです。 さて、こんな感じで多角形を利用して人類は円周率の近似値を求めてきました。ところがですね、このやり方ってめちゃくちゃ効率が悪いんですよ。ルドルフは2の62乗角形なんていうとんでもない数の多角形を利用したにもかかわらず、たったの35桁しか求まらなかったんですね。なぜここまで効率が悪いのか。それは収束スピードが遅いからです。 正多角形の数を増やしていくと、だんだんとね、円に近づいていく。それは確かにその通りなのですが、近づいていくスピードがめちゃくちゃ遅いんですよ。収束スピードが遅いからこそ、角の数を増やしていったとしても、なかなか正確な近似値が求まりません。他に何かいい方法はないだろうか無限級数の利用が始まりました。だいたい17世くらいですかね。 人類がようやく無限大とか無限小とかそういった無限を扱えるようになっていきました。無限級数を利用して演習率を求めているやり方が広まっていきます。先ほどのライプニッツの公式もその一つです。無限級数の中には何か知らんけどパイが登場するものがあります。ということはこの部分を取ればいいんじゃないかと。無限回の足し算を実際に行うことはできないけれど途中で式を打ち切ってやれば パイの近似値を求めることができます。ライプニッツの公式を使っても、パイの値を求めようと思えば求められるのですが、しかしながら、この式も収束スピードが遅いです。そのため、いくら100個200個と部分を取ったとしても、なかなかですね、パイの正確な値を求めることができません。パイの近似値を効率よく求めるためには、収束スピードの速い急数を見つける必要があります。 収束値に π を含む無限級数を見ていきましょう。まず初めに紹介するのは、ウォリスによって発見された級数です。2分の π イコール 1×3 分の 2×2、3×5 分の 4×4、5×7 分の 6×6。これはウォリス積なんて呼ばれます。掛け算が無限についていくわけですが、その収束値が2分の π になります。背景には積分全化式があります。 i n を s i n n 乗の0から2分の π の積分とすると、そこから全化式が得られます。この辺はですね、高校数学でもちょろっと登場するとは思うので、ね、まあ、もしですね、数学の得意な方がいたら、積分全化式から法律積を導いてみてください。実用性という意味では、マーチンによって発見された公式が有名です。4分の π イコール4かけるアークタンジェント5分の1引くことのアークタンジェント239分の1 マチンの公式なんて呼ばれる式です。この式はいい感じに収束してくれるので、部分を取ると、かなり正確に π の近似値を求めることができます。マチン自身は、この公式を使って、円周率を小数点以下100桁まで求めることに成功しました。ルドルフが35桁までしか求められなかったのと比べると、非常に大きな進歩となります。マチンの公式は、円周率を効率よく求めることができる式として、大いに利用されていくことになります。 代わり種みたいな感じの式も紹介しておきましょう。ラマヌジャンというインドの数学者がいます。ここに示したのがラマヌジャンによって発見された公式です。いずれの式も π を含む無限級数となっています。ただ、見た瞬間わかるように、これらの式はめちゃくちゃ複雑です。パッと見意味不明な式なんですけど、確かにこのイコールが成り立っているようです。しかも、収束スピードはめちゃくちゃ速いそうです。 最初の二三項の部分を取るだけでも、パイの値がそこそこ求まるそうです。もし時間がある方はぜひやってみてください。そんなわけのわからん式を発見した人が、こちらのラマヌジャンという人なんですが、この人は大変異色な数学者です。普通数学っていうと、公式を発見した時に、ちゃんと証明をつけるじゃないですか。ところが、ラマヌジャンは、公式を出すものの、その証明を全然やらなかったそうです。 何でも本人曰く、神のお告げによって見つけた、とのことだそうです。ちょっと何言ってるか分かんないですよね。まあ、そんな感じで、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、とにかく神のお告げによって、ラマルちゃんはこの辺の式を発見したそうです。ただ、はっきり言って、ちょっと危ない人じゃないですか。出てくる公式も、形が意味不明だし、しかも、神のお告げに発見したとか言ってるわけですから、最初のうちはね、誰もラマルちゃんのことを相手にしないんですよ。 ま、それはそうですね。なかなかちょっとね、あんまり近づきたくない人ですよね。ただそんな状態でも、彼の才能をしっかりと見抜いた人がいます。それがイギリスのハーディーという人です。ハーディーはラマノジャンの提出してきた公式、確かに慣れちゃっていることに気がつきました。そこからラマノジャンと共同研究をするようになります。ラマノジャンが次から次へと公式を出していき、それにハーディーが証明を与えていく。 そのようなスタイルで多くの業績を上げていきました。ラバヌジャンという人物を一言で形容するのであれば、天才です。過去の数学者には、オイラーみたいな天才も確かにいるんですよ。ただ、バーゼル問題みたいな、形の綺麗な公式。こういう公式ってね、多分、オイラーがこの世に生まれなかったとしても、誰かしらが発見したと思うんですよ。ライプニッツの公式とかもそうですけど、 形の綺麗な式っていうのは、いずれ誰かによって発見される運命にある。私はそう思っています。たとえオイラーがこの世に生まれなかったとしても、マーゼル問題は人類によって解決されていた。もちろんね、解決するのが遅くなると思いますけれど、いずれはどっかの誰かによって解決される運命にあったと思います。ところが、ラマヌジャンの公式っていうのは、まるで質が違うんですよ。形自体がはっきりと意味不明なんですよ。 この1103にどんな意味があるんですかって聞かれても知らないんですよ、そんなの誰も。そんな意味不明な公式をラマナちゃんはポン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 出してくるわけです。だから仮にね、もしラマナちゃんがこの世に生まれてなかったとしたら、これらの公式は発見されることはあったのか。速攻はどうなんでしょうかね。なかなかね、歴史にタラとかレバーは禁物だと思いますけれど、もしもラマナちゃんという人がこの世に生まれなかったとしたら、 人類はこれらの公式を目にすることがなかったかもしれません。そんな異色の数学者ラマヌジャンですが、彼の生涯を描いた映画があります。日本語のタイトルは奇跡がくれた数式。もしラマヌジャンに興味がある方、ぜひこちらの映画を視聴してみてください。はい、というわけで今回は様々な無限級数を紹介していきました。次回予告になりますが、極限公式にてもテイラー展開というテーマで話をしていこうと思います。 有名な極限公式がありますが、実はその背景にもテイラー展開が潜んでいることがあります。次回動画をもってテイラー展開の解説も一区切りつけようと思います。最後の動画もぜひご視聴ください。はい、というわけで今回はここまでとなります。この動画が少しも皆さんのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。